おはようございます。今日は12月9日土曜日です。昨日、あの、海老の市の市議会では、一般質問というのが終わりました。あのー、全部で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10、11人だったかな十10人かな質問されました。でですね、皆さんに報告しておきたいのが、 一般質問の中で出た、あの、今度、11月の末の方で決まった、非課税世帯への7万円の給付を国の方は支出してます。その補正予算も昨日可決したのかなですが、村岡市長の答弁では、今年中に、要するに12月中にいろいろ処理して、 来年度の来あ、来年度じゃない。来年の1月までには配りたいと思いますという。なんともちょっと私からすると残念な答えでした。早急にバタバタやって、クリスマスまでには間に合わせますっていう意気込みが全く見えなかった。これが残念なので、市民の方にちゃんとそこは知っててほしいということです。なのにですね、 うんと、保全さんで出ていた、市役所職員の給料、市長、副市長、教育長など、いろんな特別職をお持ちの方がいらっしゃいます。その方々の給与、と市議会議員のボーナス、すべて可決されて、もう早急に出されてます。 多分10月10日が支給、あ、12月か10日が支給日なので、昨日出されてます。だから、ここの、まあ、いろんな手続きの問題があるから、一概には言えないですけど、自分たちの給料はさっさともう高くなったよね。でも市民に配る補助金は処理はいろいろあるから、ちょっと、 時間かかるよねって。いや、私、やればできると思うんですよね。これはもう意気込み次第だと思ってます。他の自治体では、もう今月中に出すって、やってるところもあります。実際。ね、年を越す前に、やっぱりいただけたら、みんなが来年を明るく迎えられるお金でもあるんです。なぜかって言ったら、海老の市は約8000世帯しかないです。 で、今回その対象者になるのは、非課税世帯、えびの市には約4千、約4000、4000に近い世帯です。っていうことは、半分の世帯なんです。半分の世帯の方々が助かるのであれば、早急にやるべきことなんです。今からでも遅くありません。市役所の中で話し合って、ちゃっ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 と,と、事務処理を行い、さっさと支給すべきです。もう、 え、ミの氏はマイナンバーカードの、うんと、銀行に対する紐付け大概終わってると聞いてます。ちょっとパーセンテージはここ忘れましたけど。だったらさっさと出せるはずなんです。よろしくお願いします。これこそ、市民に寄り添う政治です。よろしくお願いします。